お風呂入った、だからすっぴんです。声なんか治ったくない？ちょっと昨日ちょっとあれだったんですけど、声が治ってきた気がする。ちょっとそう、昨日よりいいかも知れないです。でもそう、油断禁物なので、まあちょっとどうしよう自分も私もちょっと元の声忘れたんですけど、でもこれから明日ショールームあるし、こうラブ会もあるし、コアクもあるし、名古屋で6人のイベントもあるし、そうだからちょっとどうしようっていうね。あんってどんな声でしたっけね、ちょっと忘れましたなのでまあ明日声出さんといけんけん、ちょっとねどうしようかなっていう、まあ今喋ってるんですけどジェスチャーゲーム、ジェスチャーゲームするに愛保存に喋ってもらう。久々に iPhone に喋ってもらう。アイフォゾ、元気ですよ。笑わせてるつもりはないですわよ。邪魔ですわよ。
ですわよですわよですわよ。すっぴんだから押さないのかな。明日はイコタイム、ショウコより私の3人ですわよ。コンサート申し込みしてくれた人を。ありがとう好き車検。イコラブにとって一生に一度のファーストコンサートだから、たくさんの人に来てもらいたいです。絶対に最高な一日にします。当たるように願ってるね。元気だわよ。
一緒にコンサートの妄想しよう。どんなことがあったら嬉しい。テンション上がる。一緒にコンサートの妄想をしよう。どんなことがあったら嬉しい。テンション上がる。よりの断髪式。銀テープ、トロッコ、ユニット、ソロ、サインボール、カバー機よく客席に行く。何か叶うといいな。舞台でした曲。久々に歌いたいね。確かにスクリーン欲しい。本村葵先生に年賀状を送らせていただきました。インスタのストーリーに載せてくださって嬉しかった。ありがとうございます。
久々に寸劇もあったらいいかも。お世話になったスタッフさんやダンスの先生に年賀状を毎年書いてるの。12人みんなから送らせてもらってます。久々に来てくれてありがとう。あ、バレンタインの2日後だね。のんのからよりに告白はほぼ毎日されてます。スイパラさんでチョコパフェ食べてね。
バレンタインが近くなったら企画とかで告白をたくさんさせられそうで嫌です。先に拒否しときます。やだよ。私すぐネタに走っちゃう。あまり真面目にやりません。そう、台本があればまだできる。自分で考えるのが苦手。誰か私の脚本家になって。早く野球が見たい。カープカープカープ、広島広島、カープー。
最近写真を撮ってなくてツイッターに載せる写真がないよ。 OMG。
サーベルポンさん、桃もし大声イコール大輝、三浦梨沙ちゃん、桃、チャンサスライさん、ヒロマサさん、カサカサススライさん。順位は普通に読みます順位は読みますね。よいしょ13位ゴーンさん、12位ドウチさん、11位レグルスさん、10位セイタ、9位デルファイさん、8位ムーミンパパさん、7位シゲッチ、6位ニゴさん、5位ナカチョさん、4位イトコンさん、3位ユカリン、2位カズジーさん、1位サシナユイさんです。よし、ランダム3人、1人目マルキンさん、2人目、あーやばい、2人目サトスさん、ラスト3人目、どなたさんです。ありがとうございました。じゃあ終わります。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんほい、チョキです。ありがとうございました。今日はね、全然喋ってないので、普通に声治ってきてると思うのでまた温存したいと思います。じゃあね、おやすみ、バイバイ、バイバイ、さよなら、また明日ね。イコタイム見てください。バイバイ。